ムンバイで車爆破事件。ムンバイで車爆破事件。11時来2006ムンバイ。トレーン・ボミングスは、インドのマハーラーシュトラ州の州と、ムンバイで現地時間2006年7月11日18時頃に、発生した、ムンバイ近郊鉄道の車両が7カ所で爆破された、事件である。会社などからの帰宅時を狙って起きた犯行であるため、多数の死傷者が出た。最終的に死者は名。 負傷者は700名を超えた。硝酸アンモニウムと RDX の混合物 2.5kg が詰められた圧力鍋がインド西部鉄道を走る各列車に置かれた。最初の爆発は現地時間の18時24分に発生。爆発は11分間連続的に続いた。爆発物の置かれた車両はすべて一等車で普通席、中には 女性専用席も出会った。市の中心部のチャーチゲート、チャーチゲート駅から西の郊外に向かう列車が狙われた。爆発は、マツンガロード、モヒム、バンドラ、カーロード、ジャゲイシュワリー、バイオンドル、ボレバリーの各駅、またはその付近で発生した。当局者の一人は、テロがあるとの情報はあった。しかし、時間と場所が特定できなかったと後に語った。 この連続列車爆破事件の数時間前に、ジャンムーカシミール州のシュリーナガルで主流を用いた連続爆破事件が発生していた。しかし、内務省は関連性を否定した。事件後、ムンバイの警察長官の AN ・ロアは、これらの爆発で100人以上が死亡、数百人が負傷したと発表し、7回の爆破は、世界の中で最も混雑した都市の通勤路線網に沿って、 発生したと付け加えた。マハーラーシュトラ州庁補佐官の RR パチルによると、合計200人が死亡し、714人の負傷が確認された。死傷者はその後も増え続け、9月には209名に達した。マハーラーシュトラ州及びインドの主要都市は直ちに限界体制が敷かれた。ムンバイにある2つの空港は警戒状態に入り、 インド西部鉄道は閉鎖。その他の鉄道路線でも厳重な保安がなされ、通勤客へのボディーチェックと厳重な監視が実施された。都市バス企業のベストが取り残された通勤客へバスの振り替え輸送を実施した。インド西部鉄道は数時間にわたって全面的に閉鎖されたが、現地時間の真夜中には部分的に解除された。インド中部鉄道は 通常通り営業した。事件後36時間以内におよそ350人が疑わしいとして身柄を拘束された。7月14日、ラシカルイコールエイコールクアッハル、ラシカイーコハーと名乗る組織が同事件の犯行声明を出した。テレビ局に送られた犯行声明の電子メールで爆破はグジャラート州とカシミール州でのムスリム弾圧に対する報復であり、 チャットラパティシバージー国際空港と、インドモン、アーグラのタージマハルやデリーの赤い白の爆破も隠していたと主張している。メールには、16人からなるグループが鉄道を爆破し、無傷であるとも書かれていた。インド情報機関によると、ラシカルイコールエイコールクアハルは、ラシカルイコールエイコールタイバ、ラシカーイータイバ、略称レッドの別動隊とされた。その後、ムンバイ警察は、 ラシカルイコールエイコール、タイバと、インド学生イスラム運動、ステューディンツイスラミックムーベモントフインド、略称趣味の犯行と結論付けた。また、アルカイダの関与も指摘されている。CNN は8月30日に、インド政府は、ムンバイ列車爆破事件が、パキスタン統合情報局、ISI によって計画されものと判断していると、報じた。しかし、インドの国家安全担当官は、 断定を避けた。7月21日、3人の容疑者が逮捕された。2人は、ビハール州で、1人は、ムンバイであった。3人とも市民のメンバーであった。さらに、ケニアで、爆弾訓練を指導した疑いで、アブドゥール・カーリーム・トンダが逮捕された。ラシュカルイコールエイコール・タイバの有力メンバーとして、インド公安当局が追跡していた男であった。事件後、 多くのムスリムが疑わしいとして、身柄を拘束されたことから、ムスリムから抗議の声が上がった。2009年の2月27日、ニュース番組でインディアン・ムジャヒディーンの指導者で、交流中のサディーク・シェイクは、ムンバイ列車爆破事件に関与したことを認めた。ムンバイ中心部にあるアパートの一室で、シェイクとその部下が、圧力鍋を爆発物にする技術的指導を行ったという。 また彼ら5人が爆破する列車を選定し列車の切符を手配したという。一方で彼の告白は ISI やアルカイダへの疑惑をそらすための虚偽であるとも指摘されている。事件後の7月14日、インド外相はパキスタンのパルベーズ、ムシャラフ大統領が2004年に示した平和方針を守らないならばパキスタンとの交渉を中止すると発表した。一方で、 インドのマンモハン新首相は、ムシャラフの交渉中断はテロリストを喜ばせるだけだという声明に同意を示した。9月16日、キューバのハバナで開催された非同盟諸国首脳会議で、新とムシャラフは、両国は公式の平和交渉を再開し、共同でテロリズムに対決していくという共同声明を発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。